年収チャンネル。はい、年収チャンネルの株元です。はい、上本です。はい、今回ですね、新しいゲストの小島さんに来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと今ご所属の企業を含め、自己紹介を簡単にお願いしてもいいでしょうか。はい、広告会社の ADK に勤務しておりまして、今、はい、入社7年目8年目ぐらいっていう。1社目から朝 2DK さんですか。そうですね。 ADK さんっていうと大手広告代理店の一角ですよね。まあ、一応なんかそういうポジションではあるんですけど、なんか結構その並べられると、まあ電白って言われて次ぐらいに ADK さんが来るようなイメージを持ってるんですけど、やっぱ業界上的にもそんな感じなんですか。はい、まあ売上だけでいくと今サイバーさんが3番なんで4位とは言われてはいますね。それぞれ特色があったりするんですか。やってることは基本的に一緒なんですけど、まあ社員の雰囲気とか社風っていうのはよく違うとは言われるんですけど、はい、他の企業に勤めたことがないので、噂程度でしかちょっとお答えはできないんですけど、よく言うと電通が体育会系でとか、博報堂さんがすごいロジカルな営業が多いとかっていうと、まあ弊社の場合は人情味みたいな、ロジカルとは言えない可能性があるんですけど、結構マインドパッションみたいな、マインドとかパッション系の営業が多いようなイメージありますね。実際働かれてる中でもそういうイメージはお持ちですか。そうですね、そういう人は多いですね。なんかパッションとか暑苦しい感じの人はちょっと多いですね。広告代理店って何をするんですか。はい、基本的には、まあ、その名の通りで企業さんの広告活動とかいうのを代理で中身とかを考えてご提案するっていう仕事ですね。ざっくりというと。どういう広告を取り扱うんですか。まあ、基本的には、まあ、テレビ CM が一番わかりやすいもので、まあ、あとはラジオ CM だったり雑誌だったり新聞っていう、まあ、よく言うマス広告っていうところの、まあ、中身を作ったりとか、その枠を買うっていうところですかね。テレビ CM の何時何分にこの CM 流したいですみたいな枠を買ったりとか、新聞だったらどこどこ新聞の朝刊の第何面を買いますみたいな、そういう枠の売買だったり、まあ、どんなイラストとかデザインにするかとかっていうのをメインにしてますね。それってクライアントさんに提案したりするわけですよね、広告代理店さんって。そうですね、コンペとかがあるわけじゃないですか。はいはいはい。どういう基準で選ばれて、どういう活動をしてるのかっていうのがあまりいまいちピンとこないんですよ。毎回コンペがあるっていうわけではなくて、企業ごとに商品が A と B と C っていう3つあったとして、 A は例えば電通さんがやってて、 B は博報堂さんがやってて、まあ、C は ADK がやってるみたいな、ブランドごとに縦割りになってたりしてることが多いので、基本は C の CM とかを作りたいって言ったら、もうそこの担当の代理店に話が行くみたいなっていうのが多い案件 で、例えば新しいブランド D ができたらどこの代理店に発注するかっていうのでコンペが行われたりするっていうようなイメージですね。あ、そうなんですね。それって何で選ぶんですか。クリエイティブがすごくいいよねみたいな、そういう話になってくるのか、結局値段勝負とかになってくるんですか。クリエイティブとかだともう予算が決まってたりするので、まあ、お客さんからいくら作ってくださいっていうお題が出されるので、まあ、それに対して社内でアンケートとかを取って一番票が集まったクリエイティブを採用するみたいな。で、社内にどういう仕事があるんですか。まあ、基本はまあ営業なんですけど、お客さんのところに行って、まあ、そういうまあ CM を作るとかいう話をまあもらってくる、ないしは自主提案するっていう部署が一つあって、それ以外でいくとその営業とスタッフって分かれるんですけど、でスタッフっていうのが CM を作る部署だったり、ストラテジックプランニングとかかっこつけて言うんですけど、調査とかしたりしてクリエイティブに意味を持たせてあげる部署があったりとか、テレビだったらテレビに CM 流すために枠を買い付けするそのメディア部みたいなのがありますね。大きくかけると3つ、うん、実際 ADK さんが新卒採用が何人ぐらいいて、そのうち何割が営業さんに配属されるものなんですか。はい、まあ、年にもよるんですけど、50から60ぐらい新卒で採用して6割ぐらいは営業です。じゃあ結構みんな営業マン採用みたいになってくる。はい、そうですね。まあ、ただ営業志望で入ってくる人間が多いかっていうと、実際のとこはそんなにいないかもしれないですね。みんなやっぱ CM 作りたいとか、クリエイティブ志望で入ってくるのが多いですね。めちゃくちゃ。職種としては別に分かれてはないってことなんですよね。採用はそうですね。その後のまあ研修を経て配属発表されるっていう感じですね。クリエイティブに行きたい人が多いっていうことなんですけど、クリエイティブに行くためにはどうしたらいいみたいな話ってあったりするんですか。クリエイティブテストみたいなのが新入社員の研修の途中とかあったりするので、まあ、それを受けて合格すると行けて。あ、そうなんですね。はい。テストって厳しいんですか。結構落ちます。まあ、落ちたっていう人も聞きますし、そんなに簡単ではないと思います、ね、あ、そうなんですね。じゃあみんなクリエイティブに携わりたいって思ってるけど、はい、まあ、試験っていう関門もあったりとか、狭き門を通り抜けるのが難しくて営業になる人も一定数いる。そうですね、まあ、ほぼほぼ営業だと思います。でも、で広告代理店の営業さんってなんか華やかなイメージありますよね。なんかよく言われますね。華やかな、その基準がちょっと分かんないんですけど、
まあ、その芸能人と会えるとかみたいな側面で言うと、はいはいはい、まあまあ会えないですね。あ、そうなんですか。言うほどは会えないです。大手広告代理店の人が芸能人と会ってプライベートでどちゃらこちゃらみたいなのを噂ベースで聞くじゃないですか。稀にはありますけど、本当に少ない事例だと思いますね。なるほど、少ない事例でみんな夢を見てたんですね。まあそういう気持ちで入ろうとすると大体浮かんないっていうなんかジンクスあるみたいですけど。営業って言っても、まあ一般的な人がイメージしているような、なんかテレアポして飛び込んでとか、そういう営業ではなくて、どちらかというと既存のお客さんみたいなのがいて、その人が新しいなんかプロモーションをするときに、毎回コンペだったりとか、そのままもう受注決まったりとかっていう、ルート営業じゃないですけど、決まったお客さんの担当みたいな感じが営業みたいなイメージですか？基本はそうですね。はい、まあ、自分なんかは、その一個大きいとこやってて、それとは別に、売り上げ立てなきゃいけないんで、本当にテレアポみたいなことすることもあります。あ、新規でそういうなんか開拓みたいなのもやるんですね。あ、やりますよ。もうそれは個人の裁量で、大体もう自分の所属してる営業チームとかの、まあ、予算みたいなのが決まってるので、はいはいはい、その自分の担当領域でそこまで到達しないんであれば、うん、新しいところ行って仕事もらって、来ないとっていうところもありますし、既存の例えば人事部とかに行って採用活動のプロモーションさせてくれとか、そういうどん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 仕事を取ってこないといけないっていう側面もあります、一定数は。とはいえ AD 計算クラスになるとそこそこでかくないと取引できないと思うんですけど、予算感で言ったらどんぐらい以下は相手にしないというか必要としないんですか？まあでもやっぱり年間まあ1億ぐらいはないとちょっと動きにくいところではありますね。1億以上のクライアントさんじゃないと狙いに行かないっていうことですよね。まあそうですね。労力、費用対効果が出た時に、そんなすぐ受注できないんで、はいはいはい、何回も足げく通ってやっと取っても年間1億だと、あんまりっていうような。広告費で1億だったらそんなすごいでかくなくても、そこそこ中堅企業でもあるかもしれないですけど、そういったところも新規でこじ開けられるもんなんですね。意外と、うちの弱みでもあると思うんですけど、はい、まあ電通とか博報堂さんが入ってるけど、うち入ってないっていう企業って意外とあるんですよ。うん、で、そういうところにアプローチ仕掛けてみると意外と実は一社でやってたみたいな、電通一社でやってたけど他の代理店どこも手つけてないから結構雑に仕事してるみたいなことがあるんですよ。そういうのを聞き出してこそこそ提案をしてると、はい、じゃあここの部分上げるよみたいな話になったりするんですよ。なるほどなるほど。そういうところを、まあ、狙いに行くみたいな。提案商材ってどんぐらい下げていくものなんですか、営業で。まあ、まず提案するものにもよるんですけど、別にテレビ CM をやってないお客さんもいるので、はい、例えば雑誌しかやってないとか、はい、そこら辺はもう出向実績とかを調べて、はい、まあ、それに応じてこれだったら話聞いてくれそうだなっていう素材をもう裸で持ってってダメだったら、まあ、次また持っていくみたいな、まあ、雑誌だったらこのページ出しませんかとか、それこそウェブだったら YouTube チャンネル作りませんかとか、そういう提案もできますし、商材というかもう思いついたもの持っていくみたいな感じですね。いや、でも何売ってもいいんですね。何売ってもいいです、基本。そうなんだ。実際この営業行きましたってなってから、このクロージングまでってどのくらい時間がかかる仕事なんですか？はい、いや、早いやつだともう本当に数ヶ月で決まるものもありますし、新規とかだともう今年は予算組んでるから来年まで無理って言われるパターンだともう1年間ぐらいかかることもありますし、月1ぐらいで行ってもう来年の提案を水面下でこっちからしとくみたいな。で、そうすると来年の予算に組み込んでもらうときに運がいいと入れてもらえると、まあ来年からお金がつくみたいな。まあでも1億だったら、まあ 20% でも2000万の粗利が出るんで、1本決めれば普通に自分の人件費以上は稼げるってことですよね。そうですね、大体、はい。だから1年かけて、まあさすがに1本だと全然足りないと思いますけど、1年かけて1本でもその規模だったら、自分の営業費分は営業赤字にはならないみたいな、そういう規模で多分普段仕事されてるのかなっていう感じですね。そうですね。まあ大体そういう意味で言うと、自分で回してる仕事が1個大きいのって大体あるので、はいはい、まあ、そこで大体もう自分の人件費以上は取れてはいるんですけど、それだけだと要は自分で取ってきた仕事じゃないので、基本的にそういうのって、はいはいはい、誰かが取ってきたものを回してるだけなんで、まあ一から自分で売り上げを立てたいっていう営業がまあほとんどだと思うんで。ああ、じゃあ新規で自分で取ってきてそれを拡大したら一番どやれるんですね。あ、そうですね。もうそれが一番強化されるというか、まあ営業で言うとまあ一番王道というか、まあ花形みたいな。一人何案件ぐらい持つもんなんですか？本当に人それぞれで、それこそトップクライアントとかの場合だと、その1個担当してるだけでも手一杯みたいな、1人1個しかやってないパターンもあれば、まあそこそこの4個ぐらいやってるやつもいれば、もう全部新規で何十社もやってるみたいな人もいます。サイバーエージェントでリクルート担当してたうちのメンバーは、1人でその1社リクルートだけで100億ぐらいの予算回したって言ったから、まあ、1社でもそういうところが見つかれば全然余裕ですね。そうですね。広告代理店ってややちょっと激務みたいなイメージを持ってるんですよ。一社クライアント思ったら何が忙しくて、どこに激務要素とかがあるもんなんですか？
まあ、萎縮しちゃうと、もうどん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 事故が起きていくみたいな。なるほど。同じ方向を向いて進むべき会社の中で、ベクトルがややずれるというか。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中。概要欄をご覧ください。